今日はなんか今中洲駅のちょっと賑やかなロータリーに来てますけど、この当時私住んでるのが岡山だったんで、岡山どこ住んでる？岡山の倉敷に住んでる。倉敷？倉敷ですよ。そうなんですか。倉敷のどこに？中小市です。この辺で飲める場所が、あるということで。まあね、長所ですから。まあ、あるいうことですよね。まあ、この隣に郵便局があってさ。で、自転車パンクしたらここで直す。ああ、いいですね、これ。需要はあるんですよ。そうだね、あの、バーが、その中庄でのバーがね、あんまり2、3ぐらいしかなくて、そうだね。初めてで、ちょっと初めてだ、教えてもらってて、地元の鳥取で、全然岡山じゃないんですけど、今岡山の学生で、今ちょっとすごっ、すごいっすね、これめちゃめちゃ、めちゃめちゃ量が、種類が多いですね。そう、なるほどね。飲めればいいかな、なんかオリジナルみたいなのを作ってもらったり、甘めで、今日30分なんですよ。もう何年ぐらいバーテンダーを？もう26年長いしてますね。はい、それでは誕生日おめでとうございます。シロフルーツ系でお作りしました。はい、ありがとうございます。めちゃめちゃすごいですよ。はい、ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤーじゃない、ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。ありがとうございます。うちもなんかあんまりそんな買ってないけど、パイはないんですけど、その覚えていって作れるようになっていったらやっぱり面白いです。昨日この仕事ついた計画でそれでしたね。あ、そうなんですか。カラオケボックスでバイトしてて、はい、まあ、簡単なカップを出せないんですか、ビートニックとか、あ、出します、ソルビードとか、それで、まあ、なんか面白いな、もっといろんなことを覚えたいなと思って、この仕事をやってます。
もう今何年ぐらいになりました？何年経ったかな、25、5、6年ぐらいですね。美味しいわけですよ。そういうカフェってアイリッシュカーバーとか、外国人よく来るから、アメリカと韓国では飲まれてる。ビール？黒ビールにアイリッシュビールにアイリッシュクリームあるじゃないですか、でこれをどこに手製カーバー持って来るじゃないですか。そうすると氷が最初にバッと入る感じ、で機械が遅れていく、遅れて、はいはいはい、っていう時にこう返してあげると液体は出ようとする氷は返ってくる。ここにフリーズになる。これが氷、こっち液体、こうなってこうやってあげるのこういうテクニックを使ってやってあげると空気が混ざって固まらされて冷えて、氷と氷の間を液体がやったり液体するから冷える、混ざるっていう原理なんで、だからもう結構暖房だったらこうここまで出して変えてきて、ここです、ここがスタートで1、2、3、はい、ね、さっきめっちゃいいバーがあるっていうね、キャッスルロックっていう店があって、まあ、行ってきたんですけど、いやもうすごいかっこよかったですね。僕も一応なんかバーテンダーの卵みたいな感じなんですけど、もう向こうはね、二十何年のベテランっていうかね、その作ってくれたのも本当レシピは結構普通なんですけど、もう例えば飾りだとかそういうテクニックだとかがすごく良くて、本当今まで、ね、飲んだそのカクテルの中で多分一番美味しかったんじゃないかと思って、本当結構安かったですよね。だからちょっと本当なんか川福とかの子も僕も結構誘う、これから誘おうと思うんですけど、いいとこ見つけたんで、なんか本当にこんな近くにすっごいいいバーがあるっていうんで、本当川福とかなんか倉敷の人とかはやっぱり行ってみたらいいなと思います。はい、はい、いいですか、もうまた帰ります。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。ジャパンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。